はい、どうもワニです。今日はこの埼玉県の川の方で、埼玉県の漁業協同組合に入ってるというね、あの無敵の荒川水系の釣り人くんという方と一緒に、トワミを打ちに来ております。トワミって普通の人は打てないんじゃない？普通の人は漁協にお金を払わないと打てないです。今日は、ね、もう漁協のね、もう最強の助っ人がいるんで、もうトワミ打ち放題というわけで、ここで鮎とか狙って取っていきたいと思います。よろしくお願いします。おお、おお、おお、イカは、あ、超綺麗じゃん。でけえでけえ、すげえ立派なイカ。すげえな、一発でこんな取れるんだね、やっぱね。落ちそう。超綺麗。入ってますよ、アイド。おお。おお、なんかでかいの入ってる。これアイです。え、でか。普通に塩焼きにしたら美味しいやつや。すげえ。トワミすげえ。まずトワミにはこの網の部分と紐の部分があって、まず付け方なんですけど、一番上に紐の部分にこのリングがあります、はい、でこのリングを左手に付けます。でここを締めます。これ締めておくとトワミ投げた時にトワミも飛んでかないんですよ。これしとかないとトワミだけ飛んでっちゃうので。なるほど。絶対締めます。で次に紐を肩幅ぐらいの感覚で持って、で左手の親指と人差し指の間に持ちます。でそれを繰り返します。だいたいこの、この長さが均等になるように紐を。でそれはこの網になっても同じで、だいたい腰の前ぐらいのところまではやっていきます。で最後にここで紐でリングを、だいたいこれ殿様のなんとかとかいろいろ言われてるんですけど、こうやってリング作って、全部左手で持ちます。で一番自分に近い網を持って、これを腕に通してかけるんですけど、これ重要なのがこうを張るようにして、左手首をひねるとここがギュッての固定されるんです。これでこの肘の部分に網がかかります。でそうすると網がフラーンってなって手で持てるんで、内側から半分ぐらい右手に、でもう半分を左手に持ちます。ほう、なるほど。で投げ方は足を肩幅に開いて、で足は動かさないです。で腰のひねりと遠心力で投げます。なるほど。だから投げるときに足は動かしてないです。で投げる感じは、座布団投げたことがある人がいれば一番わかりやすいんですけど、座布団をなんかこういうふうに放る感じで。ああ、なるほど。座布団投げのワニと呼ばれたこの俺からしてはね、大変そうなものです。余裕ですか？多分。で、この近距離で投げても魚入るんですよ、ここ。ほんと入ってる、もうすでに。やば。ブラックバス。あ、ブラックバス入ってる。初めてここで。いや、ラージ。ラージ。いいんだ。ちっちゃいね、かわいいね。本当ラージだ。じゃあ今度は俺がちょっとチャレンジしてみます。これ左手だったっけ？はい、左手です。で、肩幅ぐらいに、じゃあ行きます。腰でしょ。あ、開いた。で、針側に広げてください、ね、針側に。針を出るに針を入ってきます。はいはいはい、ゆっくりです。テック2。テック2。
丸くならなかった。入ってる入ってる。魚取ってくる。ちょっと。入ってる入ってる、やった取れた取れた、ほらアユアユやったぞ、一発で取れたぞ、一発で初めてで取れたぞおめでとうございます。ありがとうございます。トワミで最初の魚アユなんてすげー遠いんですよ。これ見て、これ赤虫も入ってる。赤虫2匹取れた。本当だ本当だ。大きいんじゃないですか。もうこれ全然食べれるアユですね。美味しくいただいちゃいサイズだ。やったぜ。おお。これか。早くだ、荒かす。危ねえ。面白かったね。ああ。そこは。網がこうやって引っかかっちゃうんだね。入ってる入ってる、魚入ってる入ってる入ってる、おお、やったじゃん、複雑な気持ち取れてるじゃん。おめでとうございます。やったあ、見てあげてやったすげえ。トワミね、すごいね、投げるの難しいんだよね。なかなか丸くうまく広がらないんだよな、普通は。半年ぐらい毎日練習してます。半年。 お入ってる入ってる。あ、鈴木の、お、鈴木の稚魚。あ、ほんとだ、すげえ。そうなんですか。こんなんもいるんだ。これとか海にしか入れないと思う。飼育にすごいちょうどいいじゃないですか。へぇ、これも食べたいね。綺麗な絵。うわでかっ、いっぱい入ってる、すげえ。うわ、すげえな。何匹入ってんだこれ、いっぱい入ってんぞ。すげえ、トワミ一発でこのサイズのアユ5匹取れてる。おお、うわ、全部20センチぐらい。20ある、うん、22ぐらい。すげえ、でかいので一番、うん、釣りだったらこれ半日ぐらいする。すげえ大量。え、一発でこれ一頭で完全に群れにぶち当たった。8匹ぐらい入ってるんだよ。サイズがでかい。サイズもでかいし、数もこれやばい。ここにもう立派だな。これラージっすよね。おお、あ、ブラックバス濃い。ブラックバスです。今までここいなかったのに。ブラックバスと濃いの子供。へー、いろんな魚が入るね。ボラも入ってる。お、鯉の子供すごいな。1回の網で4種類の魚が取れてる。ボラにバスに鯉にアユ入った。シーバスとブラックバス。背景黒い子がいて背景黒、すげえ。2匹のバスが両方いるんですもんね、関東の川で。おお、マハゼかわいいな。センチぐらいですね。めちゃめちゃ綺麗。空気と、そして立派。すごいな。こんなおいかはいっぱい取れるんだもんな。体型がすごい。捕まえたアユ。立派だね。すげえな。ものの数十分でこんだけ。10匹以上取れてるよね。そうっすね、やばい。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ドイカーに。トワミすげー。というわけで凄まじかったですね。トワミの威力、ガサガサだったら取れたらよっしゃってなるくらいのサイズの魚がバンバン取れちゃう。トワミに漁業権が必要な理由がよくわかりましたね。次の動画では今回の魚たちとは比にならないサイズの巨大魚たちを狙ってトワミを撃っちゃいます。とんでもないサイズの魚たちがバンバン取れちゃうので、ぜひご覧ください。
今回トアミを見せてくれた荒川水系の釣り人くん、日本各地でアリゲーターガーやらレッドテールキャットやら帰化してしまった外来魚をハントしてる面白い人なんで、概要欄に貼ってあるツイッターをフォローしてみると面白いと思います。てなところで今回の動画は終わりです。また次の動画でお会いしましょう。いやー、トアミってすごいですね。トアミを使うにはお金を払って遊具券を買う必要があるので注意ですよ。あとあれ、普通に投げてもあんまりうまく網が広がらないんで練習が必要です。